この時期恒例、明治安田生命のアンケート、理想の上司新入社員のランキングが昨日発表になり、ネットニュースになっていました。皆さんはご覧になりましたでしょうか。私も社会人駆け出しの頃、林芳雄、松下健二、柴田秀一、この3人の先輩上司から指導を受けました。当時はかなり反発もしましたが、25年経って、最近安住くん、林さんに話し方似てるよねなんて声をかけられることが増えました。自分では気づかないうちに、やはり先輩の仕事というのが体の中に入っているんですね。面白いなと改めて思いました。今年の理想の上司ランキング9位に入っています、私安住紳一郎から朝の一言でした。